バーこれね、シール自分で貼りました。うれしいな、にゃーやなあ、それ、次それ、次それ嘘大惨事見てください。今日はクリスマスですね。なので今からクリスマスの準備をしていきます。って言ってももう3時15分なので、あと2時間ぐらいで料理作って飾り付けしないといけないので、結構巻きでやっていきます。前日からローストチキン用に漬けといたので、あとはこれをオーブンに乗せて焼くだけです。いや、3人だったらそういう、おかえりおかえり。ただただ、あ、今そこカメラ回してるで。あ、そうなの。うん、あー、でもケーキ冷蔵庫入れた方がいいかもしれない。あ、入れるよ。スペース開けた開けた。かけるかける。でもね、料理はね、こっち向きにしたんよ。やでな。これをこっちにしてすごくない？これ全部作ってくれた？うん、全部作ったよ。やば、こんなん売ってるやつやん。すげえな。せやろ。よっしゃ、キュウちゃん、ご飯食べようか。すごい綺麗に盛り付けてくれてあるんですね。あるんですね。あるんですね。もう舐めてよ。あー、かわいい。あー、かわいい。美味しそう。いただきます。とりあえずその白いやつ、ね、はい、いただきます。いただきます。いただいてます。一人お先に。うん、こうちっちゃいの。ちっちゃくなった。てか配布した。配布ってどうなるの。めっちゃ顔ちっちゃくなる。配布って何。なんだろう、レーザー。レーザー配布って言うんや。うん、配布。なんかね、ちょっと興味あるけど、まあまだいいかなと思ってて。いや、まだ早いでしょ。うん、あれはもうちょっと寝ないといけない。いただきます。いただきます。美味しそう、食べよう。え、まさかの手。ん、そんな感じ。マジで手やったんや。ナイフないなと思ってて。ナイフね、あるけど、あんまり切れるやつない。あ、そうなの。今日出すわ。まさかの手。でもね、ちょっと早く食べて、美味しいよ。ナイフ出すナイフ。あるある。ある。あるで。あ、ほんと。ちょっとナイフとフォークで食べようかな。どうしよう。ねえ。ほい。はい、ありがとう。その視化してくれんの？視化しようかな。取れそうでも。やっぱ取れそうよね。私もなんか取れそうやね。俺めっちゃ顔でかいけど取れんね。なんでだ。それも否定してる。そう、ひどい。みんななんか笑ってごまかすっていうね。あ、そうだねみたいな。そうや。あーみたいな。取れそう。じゃあ鳥さん。あ、食べり鳥さん。鳥さんや。鳥でも食べてる。食べてる。うん。よかったよ。やっぱこれだけ柔らかいと食べるんじゃん。ね、アヒージョもクックパッドかな。マジで、うん、いけてるいけてる。アヒージョの素とか使わへんねや。うん、使わなかったよ。おいしい。よかった。鶏めちゃうまいです。一緒やで、みんな。いい、ほら、おそろいでーす。取れちゃった。あ、できたー。かわいい。これかわいいね、これ。喜んでる、喜んでる。これ作ったんやでって。あ、これ切り目作った。そうやで。うん、めっちゃ上手にできたやん、これ。な。作ったん。ね、自分で作ってんな。うん。かわいいね、それ。つける。つけてって。お気に入りやん。いない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 、いつバーなるのかな。バー。あ、いい感じ。100点 OK。 ではパパとキリノがお風呂入ってる間にプレゼントを並べます。これ何流だったっけ。フランス。フランス、うん、大きいの。大きい、うん、いいね。ぽいよね。ぽいぽい。私がなんか想像してるやつ。プレゼントはこんな感じに
なりました。お、なんか豪華。ツリーの下にプレゼント。あ、よいしょ。こっちに行きたいみたいよ、早く。あ、早く行きたい。待ってるよ、キリちゃん。でもな、まだパジャマのボタンが止まってないから。あと俺まだ化粧水塗ってないね。いや、どうせハトムギかけるだけやろ。そんな化粧水塗るって言わん。え、ハトムギはないじゃん。うわ、出てきたー。すごーい。めっちゃ笑顔。ちょっと髪の毛乾かすか。でもみちゃみちゃやな。ちょっとドライヤー吸ってくるわ。ちょっとああ。ママの方逃げたよ。遠いわ。ちょっとそんなんで風当たらない。ケイちゃん、いつもこんなとこでドライヤーせえへんから。気になびいてるけど前髪が。何気にない。ダメなんだ。ケイちゃん、ドライヤーしてもらおう。ドライヤーしてもらおう。ドライヤーしてもらい。ありがとう。そうです。あ、シール貼るか。すごい、いっぱいあるよ、プレゼントが。ね、夢の光景だよね。これ電気消したら綺麗やったりする？おぉ、ちょっと暗いね。すごい、いっぱいプレゼントがあるで。どれが綺麗なのかな。どれやろな。どれやろな、綺麗なの。そうそう、わー、切れた。すごいね。ちょっと雪の引っ張ったらほんとに上手に引っ張るな。でもできそうだと。早く欲しい、早く欲しい、早く欲しい。これね、シール自分で貼りました、鼻帳簿に。もうね、多分貼ってることも忘れてると思いますね、これ。ああ。何ですか、キリちゃん。あ、キリちゃん、それ何か知ってる？な、これ絶対喜ぶと思ったよな。うん。あれ？なあ、にゃーやなあ。にゃー。もうちょっと近いで。いいね。シャム猫かわいいやん。あ、めっちゃ気に入ってる。よかったね。さあ次は何かな。うわ、やったー。あ、なんでしょうこれは。みんな大好きパズルですね、キリちゃん。このね、パズルにしたのはね、これなんか色でわかるじゃん。これ形と色と両方でわかるから、初めのパズルにぴったりかなと思って、うん、いいね、これにしました。これ、ね、形と色とでわかるからね。うんうんうん。もうキリちゃんはね、猫ちゃんにもメロメロですね。猫ちゃん大好きやからね。これはもう開けます。はい。じゃあね、そういう中で。じゃあ、もう一個目は。あ、なんでしょうこれは。そうそう、ピアノやな。わかるかな。喜んでる。いいね、可愛い音鳴るね。めっちゃおもろいねんけど。さっきまで猫大好き大好き言うてたのに、パチコーンって。子供ってそういうもんだよね。めっちゃおもろいな。ピアノやったら飽きひんかなと思ってピアノにしたのね。うんうんうん。指取れへんかそれ。すごいね、もう指と指で和音を押さえてる。もうすごい。ジェイ。ジェイ。はい、次行きましょうか。じゃあ次しようか。何ですかこれは。見たことのない袋ですよ。おしゃれ、おしゃれだね。あー、こういうの好きやろな、キリの。いいやん、キリ見て。ちょっと絶対好きやで、あなた。日本語が書いてないで、キリの。これは日
そうなんや、うん、いいね、一気におもちゃが増えたね、キリちゃん、いいね、やっぱ音が鳴るのがいいよね、好きだね、うん、こういうのすごい好きだわ、うん、絶対喜ぶわ、キリちゃん、ね、あ、それ、次それ、次それ次それやで、ね、ちょっとプレゼント分かってきたんだな、ね、こういう次からゲート出てくるもんな、開けるんやっていう、分かったねそれは僕からママちゃんです、はい、私にちょっと開けるよこの時別行動したもんね、私中身知らないんだ、あ、そうなんや、うんうん、マフラーかな、マフラー私1個も持ってないんだ今、え、そうなん、せやろ、ありがとう、私すっごい好みの色、よかったよ、クリスマスっぽい、うん、かわいい、なんかいい色やろ、うん、かわいい色、もうこれは買えなきゃダメだな、なんかいいやつらしいよ、5年ぐらい同じやつ使ってるから、はい、そろそろ買えて、買えて、ありがとう、ポロポロやん、ブラシだってありがとう、いいよ、本当にありがとう、必要なものをいいね、猫抱きながらこうピアノを弾いてる、キリ次どれにすんの、どれしようか、プレゼント、どれする、よーし、それでいこう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 、これは私からキリのパパへ、あ、なんですか、どうやって開けるの、スライド式ねスライド、アナログすぎん、あなた髪型すごいわねどうなってるお風呂上がりやから、あ、キリのパパ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、いいよ、キリちゃん、開け、すごい、これ可愛くない、なんかこれ、さすが、もうちょっと、もうちょっと、豪快ですね、あ、やばいやばい、これが、ありがとう、これが、ね、これ何、これはやばい、これはおひげ剃った後とかに肌荒れを防ぐメンズケア、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいやんか、クリスマス限定ボトルで、そうなんや、使わせていただきます、やっぱね、YouTube とかね、あ、そうね、ね、お肌のケアをしっかりして、ハトモイ化粧水やから飲み、オンリーだから、いいやつやから、これこれは、これはそれはハンドクリーム、あー、食器洗ったりとか、洗う、洗うよ、ね、食器で洗っちゃうから、洗ってるからね、そう、ぜひぜひありがとうございます、使ってください、やった嬉しい、いいね、クリスマスってそれは僕からね、ママへのやつです、欲しいかな、はい、うん、あ、めっちゃ可愛い、そうやろ、うん、これを一緒に選んだね、うん、あ、ほんと一緒に選んだ、可愛くない、スリッパ、うん、めっちゃ可愛い、新しいお家になったしね、新居でね、帰ってきたしね、スリッパとかほんとありがたい、それはね、うん、かけるやつよ、膝かけ、あ、ブランケット、そう、そのおしゃれな言い方が出てこなかったの、あれがめっちゃいいいいやろ、こっちもね、両方めっちゃいい、ありがとう、はい、いいやん、めっちゃ揃った、いや、ありがとう、いえいえ、こちらこそ、これは何ですか、私から可愛い、あなたに、うそー、何でしょう、私からあなたに、はい、どうぞ、何ですか、これは、ありがとう、え、なに、これだけ大きいやん、ちょっと、せやろ、でも軽い、え、この形は何ですか、ギターですか、いや、そんなちっちゃいギターないよわ、俺がずっと欲しいって言ったらウクレレやん、あ、チューニングがいる、うん、なんか変な音するちょっと音合わせて後で弾いてみるね、うん、よろしく、ちょっと君の音楽しんで弾いてくれたらなと思って、めっちゃ嬉しい、これ選びました、これ君のずっとこうやろう、君のやろうぜ、でもコードとかちょっとあのギターと一緒でいいかな、ウクレレってどうなの、まあ、あなたは弾けるかなと思ってちょっとやってみるね、うん、弾いてあげて、はい、ありがとうございます、嬉しいです、どうぞどうぞってことは、あれが私にやな、あれが、うん、そう、私から、イエーイ、ありがとう、なんでしょうか、ね、じゃあどこのおしゃれだよ、うん、だって知ってる、絶対多分好き、あ、これまた気になる、気になる、ボロボロされるやつラッシュじゃない、これ正解、めっちゃ色々入ってるから、うん、いっぱい入ってる、いっぱい入ってるから、ハンドクリームね、手塗るやつね、うんうん、ローズジャム、ボディーソープ、いいじゃないですか、あ、それはね、バスボムですか、バスボム、あ、いいじゃない、石鹸かな、体を洗う、すごい可愛い色、私この色好き、ボディコンディショナーやって、あ、それなんかお風呂で塗って、うん、そのまま流すやつみたい、あ、そうなんだ、じゃあ使ってみます、ありがとう、はい、いいね、お風呂のお供に、うん、寒いからね、うん、まあね、可愛い、楽しいね、クリスマス、うん、楽しいね、第3次ですね、もうクリスマスやばいな
最後あれが私から開けてくれる君の夢中いいやんいいやんじゃあなんだろうなんだろうおかわいい嘘の花そうだよそうだよねあ、ちょっと今日綺麗じゃんあ、いいやんいいやん今日フルセットでなんかね、舞台文句がこうだって触った瞬間温かいみたいな温かいみたいな可愛い、ありがとう本当やね、冬乗り切れそうやねじゃあね、これ着て、ね、ここにいることが多いからお泊まりさせてもらって、はい楽しいね、プレゼント開封ね開封が終わりましたけども大惨事見てください、これ本当にやばいっすよ、これ